皆さんこんにちは、佐々木です。今回は爬虫類飼育部屋の中にレオパを解放して数億年ぶりにヘヤンポをさせてみましたので、万が一レオパが脱走してしまった場合のルートの傾向とレオパの登れる足場を検証した様子をお届けします。というわけで早速リリースしました。ちなみにヘヤンポは室温28度の爬虫類部屋で行います。密閉しているので同居している猫対策もバッチリです。しばらく待っていたら歩き始めました。最初に向かった先は家具の下の影です。家具の下に入ってからは振り返りもせずまっすぐ歩いていきます。迫るレオパ、ケージの中で育てているとこういった歩くシーンを記録する機会が少ないので新鮮です。少し複雑な地形を発見したので迷わず影になっている方向をチョイス。思ったより明るいのが気に入らないのかすぐに家具の下に戻っていきました。良い感じの隙間を求めてチャレンジし始めました。目測ではなく体をねじ込んで確認するようです。観察した感じ、明るいスペースで泊まる時間は短く、基本的に落ち着ける場所まで歩きっぱなしです。壁は鼻先をつけて確認し、壁を壁として認識して壁沿いの迂回ルートを取ります。隙間を見つけたら頭を入れて次に足が入るか確認します。足が入らない場合はしっかりバックして抜け出します。散々歩き回ってまた明るい場所へ出てきました。今のところほぼ休みなしで歩きっぱなしです。移動は空間の真ん中を突っ切るというよりは壁沿いに進んでいくことが多かったです。次は部屋の角からクローゼット側へ移動を始めました。ドアに隙間があるので入ろうとするかもしれませんね。軽くつまむぐらいでは引き出せませんでした。意外と力が強い。クローゼットドアの隙間ぐらいならギリ入れるようです。お次はどこまで立体運動できるのか見てみます。今はユニクロの綿ジャージに捕まっています。前後の爪が繊維の間にしっかり食い込むのでほぼ直角にしても安定して上り下りできます。表面が硬くてツルツルしている場合は登れません。30度くらい傾けると滑り落ちてきます。ポリエステルの繊維が細かい布はある程度登れます。これはリモートワーク用のバックスクリーンです。爪の先が布の間に刺さることがあるようですが体重を支えられないので角度がつくと落ちてきます。木材はザラザラしている箇所に爪をかけられるようです。直角は無理そうですが多少斜めなら登れそうですね。家具や家の柱だと木の表面がツルツルなので多分登れないと思います。といった感じで今回はレオパを爬虫類部屋に解放してヘヤンポルートから脱走時のルートを検討してみました。脱走先としては暗くて狭い場所を求める傾向があるので壁沿いの家具の下や裏側は鉄板っぽいということと、頭と腕の付け根が入れば全身が入るようなのでドアの隙間の大きいクローゼットも候補に上がります。ただし立体運動には限界があり、よっぽど爪が食い込む布じゃないと滑って登りきれないので、万が一脱走した際には床面もしくはレオパの前兆ぐらいの高さまで探せば十分だと思います。布のカバンは余裕で登って侵入できそうなので床に直置きしている方は中をよく探した方が良いでしょう。では今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いできれば幸いです。